っぽいですね。今日の降水確率は 20% とか 10% だったはずなのに。いや違う、これは降ってきたんじゃない、雲の中に入っただけだ。多分雨じゃない、雨じゃない、雨じゃないんだ。いや、さかまさか降水確率 10% ですよ。朝は降るわけないです。そんな、なんかこうスクリーンにちょっと水滴ついてるけど、気のせい気のせい気のせい。よいしょ、ほら吹けば増えないじゃないといいな。うん、もうちょっと晴れてて欲しかったな。いい景色なんですけど、ちょっとこっち側が曇ってんだろうな。向こう側はちょっともうちょっと明るいっすよね。ただこのちょっと暗い雲はちょっとやばいっすね。急ごうかな。うん、なんかここ心なしかこうスクリーンの水滴もなんかついてる気がする。気のせいなんだけど、雲の中に入ってるからついてるだけなんだけど、多分いやなかなかの冬景色。雪はないですけどね、こうなんだろう、乾燥した冬って感じですね。いやなかなかこれもいい枯れススキですね。枯れススキ、これ多分野焼きでそのうちボーって焼くんでしょうね。あ違う、南阿蘇は焼かないんだっけ。なんかですね、南阿蘇の方はちょっとなかなか焼けないって話を聞いたんですよね。西原は焼くけど、よいしょ、はい、ここのトンネルがちょっと暗くて怖いです。ハイビームにしておきましょう。わーちょっと雲がかかってきましたね。これは何も見えねえかな、さすがにな。でもちょっとこう場所が違うと変わりますからね。結局ここは行ってみないと分かんないんだよな。やっべえなあ。おい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 、何も見えんぞこれ。うわー大丈夫か俺。いやー参った。後ろ来てねえな。ちょっとスピード出せない。ハイビーム、いや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 、ちょっとまずいぞこれ。いやひどい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 。ここ、あはいはいはい、右阿蘇山上です。左、なんだっけ、草千里です。何も見えません。なんで阿蘇山上には行かないことにしました。草千里のですね、なんだっけ、草千里を見下ろす展望台ありますんで、そちらで休憩しましょう。草千里の駐車場入るとお金取られちゃいますからね。ダメだろおいこれ。いやーちょっと待って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 、よいしょ、これはひどい、これはひどいぞマジで。いや前すんごい白い中来た記憶がありますけど、それと同等です。うわしかもなんか雨降ってる。あいや足が絶対雲だと信じたい。雲の中だからちょっと水滴がでかいだけなんだ、霧の雨じゃないんだ。うわー本当にこれ草千里に向かってる道かしら。ここたすごい気持ちいい道のはずなんですけどね、何も見えねえ。よいしょ、これで皆さん見えますかね。あなんだ、あ鹿がいる。こんな高いところにも鹿いるんだ、可愛かったな。ケツの尻尾の毛が真っ白でしたね。
はい、草千里に着きました。見てください、この見事な草原、真っ白ですまあ、完全なノームというわけじゃないですけどねしゃあねっか。ちょっと時間が早すぎました、まだですね9時半とか10時とかなんで、ちょっと時間が早すぎましたね僕が。はい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 、じゃあ上の展望台で写真撮りましょう。上がっていきましょう、上がっていきましょう。多分これだけ朝寒くてですね、霧が出てればですね観光客もいないと思うんでですね、写真撮れると思うんですよね、ちゃんと車を見てミストだミスト、最後自殺しちゃうぞこんなんだと。はい、草千里展望台でした。いやー、なかなか見れない景色ですね。よいしょ、生きてないね、暗くかわかんねー。はい、ではですね、これからゆっくりと山を降りて米塚へ向かおうと思います。全くもってスピード出せる気がしません。寒さと風と霧と、しかも路面濡れてるやんけ。いやー、やっべえ、寒い。やっぱちょっと格が違いましたね。今までも十分寒い寒いって言ってきたけど、朝の草千里はちょっと格が違いました。本気で寒いっす。やべえ、グリップヒーター効かねえ。寒い寒い、やっべえ。よー、見えねえ、しかも。右かぶしてね。おお、怖い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 、お前よくそれだけスピード出せんな、この路面濡れた霧で見えねえのによ。よしよしよし、はい、どこだ、そうか、米塚の方へ、北登山道の方へ降りる道ですね、こちらに行きます。よしよしよし、こっちはどうだろう、ある程度下に降りればですねいろいろ見えると思うんですけどね、どうだろうな。あーしゃしゃしゃ、でけえな、相変わらず小水か、なんかでかくなった気がすんな、気のせいか、なんか前見た小水かよりなんかでかい気がするんですけど、育った、なんだろう、冬色かな、色でそういう風に見えるのかな。なんか作ってあるランドマークを新しくしてますって、ね、あれか、米塚とかって書いてある、あれを新しくするんだろうな。はい、じゃあちょっとここで写真撮影をしていきましょう。よいしょ、よいしょ、はい、というわけで米塚でした。いやー、なんとかこっちは霧が晴れててよかったです。米塚まで霧の中だったらですね、せっかく朝登った意味が全くなくなるところでした。はい、じゃあちょっと帰りましょう、帰りましょう。この米塚からの下りの道もですね、なかなか景色が良くていいんですよ。ちょっと怖いですけどね、下に濡れてるからですね。もうちょっとこの横生えてるススキが、背が低ければもっとバーって見えるんですけどね。おお、やべやべ、寒い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 。はい、というわけで阿蘇の米塚でした。なんとかですね霧が晴れててくれたんで、いい写真が撮れたかと思います。それから今ちょっと下って、おおおおおお、なんだなんだなんだ、どうしたどうしたどうしたの。あ、はい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 、はい、すいませんね、よいしょちょっとびっくりしました帰ろうとエンディング撮ろうとしていきなり止まってたんですね
どこまで話しましたっけそうだ、米塚の写真がいい写真が撮れたって話でしたね。なんとかですね、阿蘇に来た、目的、半分ですけどもクリアできました。もう途中で止められたから何喋っていいか分からなくなっちゃった。はい、まあとりあえずですね、これで僕は帰ります。これからですね、阿蘇の野焼きが始まります。まあこの動画出てる時には多分終わってるとは思うんですけれども、またそちらもですねちょっと見に来てですね、皆様にお届けできたらと思います。はい、というわけで本日の動画はこの辺りで終了となります。また次の動画でお会いいたしましょう。では。